はい、こんにちは。パーカーションの高見です。今回ですね、タイトルにある通りなんですけども、も見事にね、パックリいってしまいましたので、このタブラの皮を交換していきたいと思います。はい、おととしですね、このタブラ本格的に習得しようと思いまして、タブラチャレンジっていうね、企画で YouTube に動画を上げてたんですけども、あれはですね、見事に2週間ぐらいで挫折しまして、あの後どうなったんだと思っている方もいると思うんですけども、しばらくね、タブラやってなかったんですけども、去年たまたまね、 このタブラをレコーディングする機会があって、またこの練習する意欲が湧いてきてですね、一応去年は毎日タブラ練習してたんですよ。YouTube に上げてなかったんですけども、Twitter とかにね、こんな練習してますみたいなの上げてまして、毎日30分ぐらいタブラの練習してたんですけれども、ある日ね、朝起きたら <laughs>、はい、もう見るも無残な状態になってしまいました。破れてしまったことによってタブラへのモチベーションがもう地に落ちてたんですよね。このね川のね、 貼り直し作業っていうのがね、なかななかか大変なんですよ。僕も何回かこの締め直し作業っていうのをやったことがあるんですけれどもなかなかこれ力作業であるとあと調べたところによるとですね、まあ、手際よくやってもこれ交換2時間ぐらいはかかるとで初めてだったら3時間は見といた方がいいという話でしかもこれをね締める作業が力作業なんでこれやったあと手がし <laughs> びれて何にもできなくなっちゃうんですね でそんな時間取れないなっていうか、単純に <laughs> めんどくせえなと <laughs> まあ思ってたんですけども、一念発起しまして、とうとう今日張り替えます。はい、で僕も今回これ、初めて張り替えますので、うまあ、くいったらね、参考にしていただければいいし、まあ、失敗したら失敗したでね、反面教師にしていただければいいなと思って、動画に残していきたいと思います。はい、道具としてはこんな感じです。えー、まずは、タブラ本体と、新しいヘッドですね。 これは今回、ティラキタさんで購入しました。で、麻紐ですね。これは皮を締める前に、えー、軽くこの麻紐で固定した方がやりやすくなるんだそうです。で、ペンチ、ハンマー、ドライバーなど。一応、クリーニング、えー、セットも用意して、このテープとプチプチで新しい皮の手やひを守りながら、 皮を貼っていきますはい新しいヘッドこんな感じです僕も初めて見ましたけどなかなかすごいこの背辺がツヤツヤしてていいですねやっぱ前のより結構分厚いかなりこれすり減ってたんだなと思いますではまずはこの背辺をプチプチでガードしますはいこんな感じです ははい、ではこれから、えー、この紐解ほどいていくんですけれども絶対この紐のね通し方とか分かんなくなっちゃうんで、えー、スマホで写真をいっぱい撮っておきますこの裏側やばいでしょこれすごい難しそうですよねよしじゃあほどいていきます この紐がね、もうむちゃくちゃ硬いんですね。これがね、難しいの。こう、柔らかな、しなやかな紐だったら、こう、すっすといけるんですけども。マジでこの紐がね、硬すぎて、抜けないんですよね。びくともしないんだが。 まったく抜けない <laughs> どうやって抜けんのこれ <laughs> 抜けた <laughs> なるほど <laughs> こう引けばよかったんだ <laughs> やった <laughs> めちゃ,くちゃい、はあ、はああい <laughs> 抜けたぞこれ,これ1本目でこの大変さっていうねこっち側はね結構楽なんですよスペースがあるから ああああ外れた外れました <laughs> おーおーなかなか汚い <laughs> ちょっと掃除しますこれからはいこんな感じで分解できました これすごい大変もうすでに、ね、30分以上経ってますこのこの抜け殻だけだと逆にこの皮がたわんで紐が抜きづらいですね取れました もうねこんだけ長いわけよべらぼうに長いとはいこんなねちっちゃい太鼓にこんだけの紐が必要ってねなかなかすごいですよねやっぱ昔のねジャンベとかコンガとかもよっぽど大変だったんだなと思いますよねこれねでは一旦ですねちょっとお掃除タイムということで これがベビーパウダーまみれなので、綺麗にしていきたいと思います。はい、ツルピカになりました。はい、こんな感じですね。もうザ・手彫りという感じで折ってあります。 はい、えー、この輪っかは引き続きこのまま使っていきます新しいこの紐でやるときはこの輪っかも自分で作らなきゃいけないみたいなんですけども今回は、えー、前のこの紐をこのまま使い回していきます嘘 <laughs> はまらないんだけどえマジ サイズほとんど同じなはずなんですが <laughs>、はまりません <laughs>。マジえ、これ、力技でやっていいものなのだろうか。はい、えー、どういう状況かと言いますとですね、この、タブラのね、本体の外径っていう長さが、まあ、これ13.5センチ、ジャストなんですよ。で、この、購入した革が、 え対応するのがですね、まあ、13センチから13.5センチであると。で、ティラキタさんのホームページを見ますとですね、まあ、これ、ジャストすぎるとはまらない可能性あるよって確かに書いてあるんですね。ただあの、ティラキタさんに売っている、これ一番大きい、大きい方のサイズなんですね。だから、これ以上のサイズはないと。問い合わせてみようかなと思ったんですけれども、今コロナ対策で、 あの電話対応してないということで、えー、すぐお返事がいただけなそうなのでこれで微妙に入りそうで入らないのでこの、まあ、これ以上大きい革も、まあ、すぐには手に入らなそうなので、えー、どうするかというとですねちょっとこの本体を削ろうと思います削って少し小さくしたいはいこれ特殊サイズなのかなちょっと わかんんないんですけれども、まあ、とりあえずこの一番大きい皮が入らないと、まあ、今後もし破れてもね、えー、困るので、えー、もうちょっとこれをこの部分だけでも軽くこうやすってねこの外形を小さくしようと思います。はい、はい、というわけで、えー、今からねこの外形をこのやすりと紙やすりでやすっていきます。 えー、0 5センチ小さくなれば OK はい無謀かなこれうんもう無謀な匂いがプンプンしてますけども厳しそうだったらちょっとヤスリを買ってきますじゃあいくぜおら意外とヤスれる <laughs> 木くずが半端ないっすね まだ足りないはい。というわけでね、結構やすったんですけれども、もう,もう一息っていう感じですかね、あと2ミリぐらい小さくしたいかなっていうところなんですけれども、現状の装備だとね、ちょっとこれ以上は無理かなと、限界を感じましたので、えー、またね、改めてこれ、削る道具か、やする道具。 えー、用意してやりたいと思いますというわけで今日は一旦ここまで。なので、えー、次回に続く、次回はね、必ず完成させたいと思います。交互期待